こんにちは。田中宮やです。昨日のですね、パワハラに関する考察で、ちょっと言い忘れたことがあったんで、今日は、えー、それについて付け加えさせていただきたいなと思ってるんですけれども、あのですね、まあ、言い忘れたことというのが、まあ、昨日の動画の中で、あの、冒険知事が、なぜ辞めなくてもいいと。 言われているのかという点で、ま、仕事がすごいできるからとか、えー、公約をたくさん達成されてるもしくは達成するために動いているからといったような声が上がっているからという、えー、説がある説があるというかそういう声もあるということで私あの説明させていただいたんですけれどもただ、あのー、これ動画を上げる前から思っていたんですけどそれを それとその何と言うか仕事ができるということとそのパワハラだからといってパワハラをしていいかどうかっていうことはまあその冒険知事がしているかどうかは置いておいてあの一般論としてそれはリンクしないというか仕事ができるからパワハラしていいとはならないだろうと僕思ったんですね。 まあ考えてみればそれはなんか当然なんじゃないかなと思うんですけれども何ていうか僕の経験的にもあのまあ高圧的な接し方ってあると思うんですけどそれをやることで自分の意見を押し通すみたいなまあ押し通したつもりなくても本人にとっては 押し通してるように見えてしまうっていうような状況っていうのはよろしくななないいんじゃないかなとえー僕思うんんですよなんというかそれは今までの経験でもそうですしまあ結構それってあの正直言うとその高圧的な仕事ができるからちょっと高圧的な態度で接してもいいっていうのは別にそれは仕事ができるとも正直僕は思わないんですね。 まあ確かにその状況によってはそういった時に叱責したりであるとかちゃんとやってもらうために強めの言い方をしなければいけない場面っていうのはまあどうしても出てきざるを得ないと思うんですけれどもえだからといってそのね常えあの許されるかというとそれが常日頃やることを許されるかというと私はそうではないと思っていてなんというか <laughs> これ先ほど私が経験、私の経験でもってお話しさせていただいたんですけれども、なんというかその、声が大きいだけのパターンってあるなって思ってるんですよ。あの、最近私、僕は、最近私はあの会議とかえほとんどえ行かないんですけど、番組会議とか。若い頃とかは、ちょくちょく顔出させていただいたりとか。 えー、そういうことも、えー、あったんですけれども、まあ、会議で方向性、番組の方向性って決まったりとか、企画とか決まったりするんですね。あ、ちなみに私はフリーランスで構成,、えー、構成作家とかリサーチャーとか、えー、いろいろや,やらせていただいてるんですけれども、えー、なんで、えー、そこを行かせていただきますと、まあ、結構その、 場の雰囲気によって言、えー、い,い悪いが企画の良い,い悪いが決まったりすることはあるんですね正直、えー、まあ別にそれがいい,いいとか悪いとかそういう話じゃなくて、えー、それがですねまあ結構声が <laughs> その場の雰囲気で、えー、なんか決まっちゃうので 結構その会議に参加され、プレゼンしている方々の方の態度であるとか、えー、あの、内容が良くても、えー、プレゼンがダメとか、そういうパターンがあったりもするし、えー、プレゼンがよく、えー、プレゼンが悪くても逆に、えー、あ内容が悪くても、あのプレゼンしている時の態度が、えー、いいから、えー、通ってしまったりとか。 通ってしまったという方は正しくないので通ったりとかいうこともあるしまあそれはすごい大事なことだと思うし必要なスキルだと私も思うんで言い悪いとかはないんですけれどもまあええ例えばまあその本当はこれあんまり比較的によろしくないけれどもその時の雰囲気とか発言者の態度が堂々としてたから。 通ったみたいなこともあるし、ただそれを実際に実行に移そうとすると、やっぱいろいろな問題が出てきて、結局、えーあの、ダメになりましたとか、ボツになりましたみたいなことっていうのは、まあ、あることもある。そ,そんな多くはないですた。そんな多くはないんですけれども、あるにはあると。えー、僕が少なくとも経験を見てきた中では、<laughs> そういうことはあったので、えー、まあ、別にそれが別に、えー 高圧的とかそういう話じゃないんですけれどもまあそのもっとその言いたいことというのはまあ態度も重,重要なんですけれどもまあやっぱり内容、まあ、これってすごい難しいなと思うんですけれどもどんな内容を言っているのかっていうのをちゃんと見れるようにした方がいいなと思うんですよ一般的に。 な物事を円,滑させ物を円滑的に進める上ではそうしていかないとあのやっぱりその,あのパッと見とかそういう印象とか第一印象すごい大事だと思うんですけれどもえそれであのなんかえとなんかこう本当はあまりよろしくないものがえどんどん先に進んでいってしまったりみたいなことも。 あるんじゃないかなと私正直思うんで、まあ、それが例えば、まあ、私が、えー、所属したようなテレビ業界とかだったら、まあ、一本の番組レベルの話なんでそんな、えー、世の中を大きく揺るがすみたいな、えー、ことにはならないとは思うんですがこれが例えば県政のレベルだったりとか、えー、そういった、えー、国政のレベルとかで起きちゃうとまあ えそれはうんへたをしたらその世論,世論というか世論捜査ま娘世論捜査に関してはその別に政治家さんがやってるわけじゃないんで <laughs> いいんですけれどもまあ空気によって重要な決定がなされてしまう県とか国とかの動向を左右させてしまうような。 えー、決定がなされてしまうっていうのはずっと私避けた方がいいんじゃないかなと、えー、思っているのでそうですねあのー、まあただそのだからといってその強い物言いが通るかどうかっていうと通していいかどうかっていうと私はそれは通さない方がいいんじゃないかなと思うんでそこに関してはやっぱりその ビジネスパーソンの方々とかまあ別にビジネスパーソンでなくてもそうなんですけれどもより意識というかえ傾けていった方がいいんじゃないかなと私は思っていてやっぱりそのまあすごい難しいことは難しいんですけどもえまあ誰が言うかっていうのもすごく大事だと思うんですけれどもまあ何を言っているんだろうっていうところにもちゃんとえ注目していけるような えー、世の中というか、えーまあ、個人がそういうふうに、えー、ちゃんと意識を傾けられるようには、えー、なってほしいなと、私も思っていますし、私自身も、えー、そうしていきたいなと思っているので、えー、そうですね、まあ、付け加えたかったことはそれです。それでは